勝負は決している。橘に敗北はない。ああ、異論はないよ。ゲスト何やつ、名乗れ豊久、島津豊久。呆れたガキだな、一人で立花に挑むとは。はあ、ジェストうわっ。なぜ邪魔を。橘を撃てばこの戦は勝てた。貴様も死のうがな。島津が勝てるなら俺の命なんか。命を捨てられる戦は一度きり。この戦がそうだと言えるか。突っ込んでおれ。戦場で兜を落とすなど物の負の恥よ。ついに島津が九州の覇者に。叔父上、我らは勝ったんですね。まだだ。あれは豊臣軍だ。あ、上運、貴様の勝ちだな。さあどうする。豊久、諦めるか。いや、諦めない。嵐が来ますね、父上。ああ、敵将末春方は兵法に通じ誇り高い人物と聞いております。実に策にかけやすい相手だね。厳島は瀬戸内海の要所、毛利が手を出せば敵は大軍を率いて一気に勝負をかけてくる。この嵐、海を越えて援軍は来ない。油断した敵を奇襲するのですね。その通り。狭い島に大軍では敵は身動きすら取れない。兵力差を覆すにはこれしかない。ですがただ一つ。何だい、高影。もし敵が厳島を脱出し再起した場合、我らの兵力ではもう対抗できません。そうだね。でも、もう手は打ってあるんだろ。海賊衆を味方につけました。厳島からはアリ一匹逃がしません。上出来だ。では行こう。はい。あなたならわかるはず。信長のやり方で天下は収まらない。信長の天下など見てはいない。見ているのはその先。その先、乱に備えられよ。もうすぐだ。もうすぐ待ちに待った秀吉様の世が来る。信長の世が終わると。
死ぬ前にさ、見えることってあるだろ。半兵衛、秀吉様とみんなが笑って暮らせるよう気づきたかったな。寂しくなるね、官兵衛殿。でも君を分かってくれる人はきっと。こたびの戦は勝てたが、次は信長本体。いよいよ織田の総攻撃が。それはありません。申し上げます、羽柴軍突如撤退開始。光秀謀反、信長様が本能寺で。ご運が開けましたな。勘弁。お気持ちはすでに定まっておいでは。毛利は追ってこんのか。それはありません。なぜ。時代が変わるのを見届けるため。小早川隆景はそういう男です。すべて織り込み済みっちゅうことか。大返しだ。信長様の敵を討つ。時代が動き出すね。はい、これからです。あれか。心強いの。待ちわびたぞ。待たせてくれるわね。日焼けしちゃうじゃない。あなたは。素敵、ちゃんと援軍を呼んでくださったのね、金沢様。もちろんじゃ。ご少々頼りにしてるわよ、お兄さん。おい元近様。一条と大友の軍が攻め寄せてまいりました。すまんな、手間をかける。光秀。いえ、参りましょうか。役に立たなかったとは言わせないわよ。約束通り望みは聞いてもらうから。なぜ俺のそばにとどまることを望む。私が世間からなんて呼ばれているか知ってる。不幸を呼ぶ女。あなたも不幸にしてあげる。つまり俺にお前の宿命をねじ伏せろと。はあ、そうなるのよ。ここにいたければいればいい。だがお前の宿命をねじ伏せるのは
俺ではない。ならばわらわか。師匠がここにとどまるならわらわも共に残るぞ。もっといろいろ教わってこの子をコロコロ転がすのじゃ。師匠って私？やめておけ。光秀の涙も見たくはあるまい。私は不幸を呼ぶ女。近づいた男はみんな不幸に落ちた。でもあなたは宿命に逆らったお前の反骨魂に俺は生かされたらしい。この戦で俺はお前の中に俺を見た。お前は俺で俺はお前だ。全然意味がわからないんだけど。この先に待つのはさらなる茨の道。それでも時代に抗う覚悟はあるか。わらわはあるぞ。上等なのじゃ。いいわ、日焼けしない程度に抗ってあげる。反骨の調べを奏で続けよう。誠実にな。よく死ななかったな。運命の矢は一つさ。こちらの動きは六角に筒抜けか。今到着したばかりで兵は疲労困憊。無論敵もそれは把握してるだろうな。だからこそ今攻める価値がある。お市様をめとり幸せ絶頂の長政様にそんな妙案が思い浮かぶかな。殿は我らが思っているより聡明だ。全軍突撃。おお、行くぞ義継。手柄が逃げる。こんな話がある。誰にでも親切な心優しき男が皆から忌み嫌われる怪物と仲良くなったそうな。その男は怪物にも情が通じると思っていたが、その男は結局怪物に殺されてしまった。怪物は所詮怪物ということだ。お兄様を撃つのですか。世はそれがしを裏切り者とそしるだろう。だが兄上の方法では天下は収まらぬ。一、織田に戻ってくれ。そなたにとっては茨の道。一は長政様の妻。どこまでもお供いたします。今ならまだ。もう決めたのだ。頼んます。お市様のためにも。
このまま果てるか。墓なら作ってやるぞ。流れに逆らうのも悪くない。殿にそう教えてもらった。俺も果てない。生き延びることこそ忠義。俺はそう教えてもらった。お医師様を頼む。俺は織田にはくだらない。それぞれ追いかけるとしよう。夢の続きを。戦なき地平は目指せど、まだ遠い。天下が動くのか。何やつ。松永久秀、天下の大役人と呼ぶ者もある。見ろ、血湧き肉躍る者の子どもの行軍を。天が告げておる、真の乱世の始まりをな。お主も導かれここに来たのだろう。お市様のお越し入れも相なって、浅井家との同盟も滞りなし。これで美濃の斎藤、近畿の松永やっつけて、信長様が京に上りゃ天下に号令できるってもんだ。めでてえな。年家殿。ああ、常ならぬ乱世、故に常の情けや人の心は捨てねばならぬ。うぬの向こう、信長がうつけならば殺せ。はっ。ですが父上。もし信長がうつけでなければ、この刃、父上に向けることになりましょう。常ならぬ乱世、故に心は捨てねばならない。あのお方が天下を滑るまでは。もう天を手中に収めたつもりか。信長、我が輩をさっさと殺せ。お主にも、お主が作る未来にも興味はない。我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん。許す。うぬの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。なら楽しみだ。申し上げます、浅井長政様、寝返り。バカな。後ろで長政殿が寝返ったっちゅんか。このままでは前の敵とで挟み撃ちに相まするぞ。さあどう出る、信長。久秀、信長を逃がす任務、
うぬに命ずは。我が輩が仕組んだと見抜いている。なのにあえて我が輩に奴の命を救えと命じるのか。ための戦じゃ。信長を超えようとした。だが超えられず悲劇に終わったあなたは許されたのに、長政殿はなぜ。全て承知で、あの男を支えてきたのだろう。承知ならば、なぜお市様は泣かねばならぬのです。全て承知でも涙がこぼれる。鉄砲の欠点が玉込の間無防備のこと。しかし鉄砲隊を3回に分け、代わる代わる発射装填を繰り返すことで簡単ない攻撃が可能となります。いかにせん撃てはっ。一番隊構え。撃て。新しき世、信長様の世を切り開くのです。やらせません。さて、この戦最も功ありし者は誰か。秀吉。はっ、ありがたき幸せ。勝家。お家康。はは。私は信長様を信じておりますか。小気味いい。こやつらは信長に挑み死んだが、自分の運命を守りきった。バカ。我が輩は決めた。我が輩は我が輩の運命を奪い返す。信長様の命令じゃ。うぬを許そう。ただで助かるのが嫌ならば、そのつまらぬ茶釜一個、代償にもらってやる。断る。この茶釜も、運命も、我が輩のものだ。孫一、わしは決めたわ。背ききれぬか、無価値。
ていく。私は一体どうすれば。わしはこの世界を変える。木を違えて咲く奇妙な花よ。この桜を植えし時にいた長政はすでになく、久秀も言った。次は誰が来るか。申し上げます、明智光秀様、ご謀反。そうか、うぬか。敵は本能寺にあり。おに参りました。背き切ってみせい。信長様、信長様。天正十年6月、織田信長は本能寺の炎に消えた。星は開いたの、外で蹴まりたいの、の。この雨ではとても。しばしご辛抱。マロを殺すか、家康。マロに代わって天下を取ろうとな。滅相もない。当主とは重き役目だ。人を欺き滅ぼしてでも生きて家を残さねばならぬ。そちにその覚悟があろうか。落ちたの、今落ちたの。さて参ろうかの。忠広、正義、貞治、
晴れながら未練がましいことよ。この者らを死なせたのは他ならぬわしだというに。死んでいった者らも浮かばれましょう。わかったからと情けをここに置いてゆく。もはや立ち止まりはせぬ。麦と罵られ異常とそしられようとも、死んだ者の無念を背負い生ける者の命を背負ってひた進むのみ。戦なき太平の世へと。雪村、来い、勝負だ。お前の勝ちだ、雪村。兄上、勝てるでしょうか。もちろんだな。私たちには親方様がついている。さて始めようかね。では十分引かれよ。雪村、勝頼様はご無事だろうか。はい、きっと。織田信長。なぜ。うぬらは何を望む。変わり続ける世に何を残す。
それが上杉との和議の条件、北条の民のため。死なせてくれ。俺は父上に捨てられた。俺にはもう生きていく場所がない。生きる意味もない。これより汝は我が子なり、上杉景虎として生を全うすべし。不安に思うことはありません、可愛い景虎。母上は最後まで俺のそばにいてくれた。実の子のお前ではなく俺のそばに。それはお前が地に根を張る太い幹だったから。助けを必要とする者を助けよ。私たちは剣心の思いを受け継いだまで。母上、影勝、ありがとう。俺の根も知らぬ間にこの越後の地に根付いていた。これで一旦戦はしまいだな。おやかた様、おやかた様。よっ、さすがアレウェ。姫様、受け止めてくれてもいいのに。え、なんだ小僧。小僧じゃありません。で、そんなことより上杉が攻めてきました。すぐにお支度を。別れの挨拶ってか。ったく律儀な奴らだぜ。姫様も戦に出るんですか。そうよ、カイ。国のみんなを守らないと。家族のため一丸となって戦う、それが北条の精神。おい、サブロー、とっとと来やがれ。あ、はい。カイだって大切な家族よ。え、姫様、今なんて言いました。ねえ、ちょっと。氏康は上杉に和議を申し入れる。その条件として息子の三郎を人質に入れることが決まった。父上も兄者も姉上も俺を捨てるのか。三郎、三郎。こんなのって三郎は運を恨んでいようが、民のためなら鬼にもなるか。チッ
と同じこと言ってるじゃないですか。言ってるのやそうはいつも豊作だからな。コメといえばこんな話があるな。おなんじゃなんじゃ。ヘチゴが気になるか。サブローは心配ない。新しい家族を見つけたようだ。鬼になんざなれるかよ。わしは勝たねばならぬ。ひるむな政宗。わしを父を討て。何をためらっておる。構わん、撃て、撃つのだ、政宗。伊達を潰すわけにはいかぬ。撃て。父を殺した上、家を潰したとあっては。ご無礼お許しを。肩の力を抜いてください、政宗様。程度の傷、何でもありません。小次郎、しっかりしろ。小次郎、散っていった家臣も、照宗様も、私もあなたの目に新しき時代を見た。ですから、分かった。わしはもう父の死を悔やまる。新しき時代に向かって歩んでみせる。じゃから小次郎、お前は絶対に死んではならん。承知いたしました、政宗様。信長が京本能寺で光秀の手にかかり討ち死に。秀吉様、ご運が開けましたな。勘弁。お前、あれ、清正、何帰り支度してんの。これから毛利と決戦じゃ。京に向かう。秀吉様の命令だ。お前も早く支度しろ。え、いくらなんだ、急じゃね。ああ、そういや、頭でっかちは。三成も急な命に応えるべく働いてるさ。行くぞ、正典。俺たちは俺たちの役割を果たすまでだ。そう。待てよ、清正。かがり火に沿ってかけよ。装備は最低限でよい。押し兵糧もいらぬ。腹が減ったら沿道の民より恵んでもらえ。さあ、急げ。貴
貴様は確か大谷義継。何をグズグズしている。流れは秀吉様に。そう急ぐ必要もない。いいから早く出立しろ。信長様、この光秀、最後まで背き切りました。亡き信長様の世継ぎは信長様の孫の三法師様か、信長様の三男信孝様か。明智討伐の功を鑑みれば、秀吉様の推す三法師様が妥当かと。まあ柴田殿、この話はまた後ほど。お市様、猿について行かれぬのですか。いやー、家康殿はお強い。このまま戦を続けたら共倒れになってまうわ。どうじゃ、ここは一つ壊せんか。そのために単身参られたと。イエス殿、頼む。お前さんがここで折れてくれりゃ5年で天下を統一できる。じゃが折れてくれなんだら倍かかる。それじゃ長すぎる。わしの身が持たんわ。真に強きは秀吉殿よ。敵陣に乗り込み心根を晒す、私には到底できませぬ。戦なき太平のため講和をお受けいたす。家康殿、かたじけない。天下人の重圧っちゅうは尋常じゃねえわ。わしが死んだら家康殿はこの重圧を一人で背負うやもしれん。貴様の段、ごめんなれ。今少し遅くば、この首は飛んでおった。聞けばそこの小十郎の助言に従い服従を決意したそうじゃな。はっ。この政宗には過ぎた家臣にて。許す。これよりは君臣一体となってわしを支えてくれ。ありがたきお言葉。次、関東を治める奴に伝えてくれねえか。ここの民泣かしたら承知しねえってな。
つや。親方様。お父様。お父様。お父様。お二方は秀吉殿と共に大阪へ。愛者は勝者に従う。それが戦国の習いでござる。分かったわ。私は大阪に、姫様はあんたに降伏して関東に残る。それでいいでしょう。なんと。はい。みんなが愛したこの国をお願いします、姫様。あひせんのひでよし出世して、あれよあれよっとこう当たってて、明智に新パターンに本を渡る。お前さま危ないよ。いざ秀吉。おじけつかへて、おおっと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 、なんじゃ二人ともぼーっとしょって危なかったわ。そうだ、秀吉にもしもんことがあったらどうすんだ。ピョークトシー、すまねえ秀吉、わざとじゃねえんだい。ようやく笑って暮らせるようになったね、お前様。しっかりしろ、秀吉。秀吉。秀吉。秀吉殿。もういいか、政務が山ほど残っている。水成り、てめえなんでそんな涼しい顔してやがる。なぜ今泣かない。その賢い頭、泣き方すら忘れたか。泣けよ。泣けるだろ、水成り。聞こえるか、城内に響く家康殿の泣き声が。あの家康殿ですら。泣いても秀吉様は戻らぬ。俺には俺のやることがある。主君を失ったばかりの男には見えんな。家康は本当に悲しみ、心から泣いている。だが奴は明日には変われる。目指す者のためなら涙や情など容赦なく捨てることができる。ああ、家康は底知れぬ男だ。だから変な気は起こすな。余計なお世話だ。誰に出す書状か知らないが、字がにじんで使い物にならぬだろう。もう今日は休んだ方がいい。余計なお世話だ。
家康の野心は明白。やつはありとあらゆる手を使い、秀吉様が作り上げた治世を覆さんとしている。義は我らにあり。この一戦に勝ち、豊臣の世を守り抜くのだ。夢の続きを見ることができた。ありがとう、三成。戦を放り出していいのか。大勢は決まった。こんな時まで潔いのか。お前はあがくんじゃないのか。最後まで長政様と見た夢、家康様のもとならきっと。俺の夢は破れた。だがお前の夢は続く。義継、友よ、お前は生きて忠を尽くせ。義継、解釈を頼む。俺は家康にはくだらない。敗走、西軍は総崩れにございます。もう逃げ道はない。終わりだ、終わりだ。諦めるな。それでも薩摩の者の服か。道ならある。そこだ。敵本陣をかすめ、家康に島津の戦を見せつけろ。大勢は消したか。あっちの木をあげよ。俺は始末。これまでです。
諦めない。戦場で兜を落とすな、もののふの恥や。よかった、王子上、俺ちゃんと死ねた。俺は生きねばならん。沢山までもうすぐ。そうすれば再起も。石田三成か。この者三成か。土地の者なら分かろう。偽らば親族ともとも皆殺しだぞ。答えよ、この者は三成だな。余計なお世話だ。秀吉さん、今参ります。川涼ですか。良いですな。おお、家康殿か。わしは運よく天下人になれた。じゃが多くの門を死なせてきた。それは供養とですかな。いやいや、それじゃ何千、いや何万も妻にゃんなら。イエス殿、わしの心の中にはすでに何万もの墓があるんさ。じゃがとどまっておれ。何万もの恨みつらみを抱えつつ先に進まにゃんなら、天下を守らにゃんなら。そうせんと墓がもっと増えてもな。いやあ冷たくて気持ちええの。秀吉殿、なぜそんな話を私に。加藤清正、福島正則が石田三成を吸収したとのこと。秀吉殿、利家殿が死ぬや豊臣の子飼いは分裂か。秀吉殿、あとはお任せを。この夫人、三成は勝った気でいよう。だが、奴は知らぬ。わしがどれほどの重荷を背負いここに立つか。武技をなし、恩を踏みにじり、家臣の忠義を盾に生き抜いてきたは、何のためか。いざ、太平の世をなさん。幸村、猪本一の強者なり。ざっと住みたり。
一晩でまた兵が減ったな。ですがもうすぐ岩殿城です。そこで味方と合流すれば再起も図れましょう。ああ、ご忠臣、岩殿城は織田に寝返り、この先で敵が待ち伏せ中。バカな、こうなれば取って返し信長公の首を。待て、天目山へ。山を砦にして戦う。兄上。皆の者、勝頼様をお守りし天目山を目指すぞ。こんな時親方様ならどうなさるだろうか。怪我をしているのか。いえ、こんな傷つばつけとけば治ります。気をつけてくれ、厳しい戦になる。くださるとはかたじけない。勘違いするな、道を遮るクズどもを追い払ったまでだ。その義の心惚れたぞ。義とは弱き者に寄り添いその力となること、乱世に揺るがぬ精神だ。信じられぬか。ならばこの戦で義の力を証明しようではないか。誓おう、直江兼続、真田幸村。石田三成。我ら共に敵を打ち破り義の勝利を手に入れん。逃しはせぬか。さすがよな。いな、やめよ。ですが、最ある和光度を失うは意の元の損失。余はいつまでも乱世ではない。いずれ太平の世となった時に意の元を背負って立つ若い力がいる。それが誰の天下であれな。いささか気が強い娘だが、気立てよし、気量よし。お主にどうだ。は、あの殿。まだまだ死ぬわけにはいかぬようだ。太平の世を築くまで。これほどまでに手間取るとは俺の失策だった。すまない。一人ではなせぬことも力を合わせればなる。弱き者に寄り添うのが上杉の義だ。俺が弱いというのか。弱くなどありません。三成殿は信念を貫いて戦っておられる。頼もしいではないか。これからも世に不義がまかり通ることがあれば心を一つに立ち向かおう。
行かないのか。大声で理想を語るような生き方をしてこなかった。お前こそ行って肩でも抱いてやれ。三成は豊臣の世しか見ていないのだな。私は誰の天下になろうと守っていかなければならない。三成殿が我らの助力を求めている。すぐに出陣し徳川軍を止めましょう。兄上。三成には答えられん。真田は徳川につく。兄上。三成の志はわかる。だがそれだけだ。戦には勝てん。家康殿は三成以上。勝ち目がないから友を見捨て強者に寝返ると。それでは真田の意地が立ちません。意地を曲げても守らねばならぬものがある。物の負が意地を捨てて何が残るのです。武田や織田の行く末を思い出す。家がなくなれば物の負ですらない。魂があれば戦える。三成につけば死ぬと言っている。それぞ本望。雪村信行様。許してください。私には意地を貫くことしかできません。たとえ兄上と敵味方になろうとも。雪村ご武運を。雪村戻れ。雪村下がっているんだ。こうなることは分かっていた。それでも私はお前を止めてみせる。兄上。家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村来い。勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。花と千代はこの雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村雪村来い。勝負だ。
家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村、来い、勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。花と血はこの雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村私が守っていこう。